今日9月1日は防災の日。地震、台風、火山、噴火、いつどこで被災してもおかしくない日本。いざという時の備えは大事だけど、何から用意すればいいのかわからないという人も多いはず。今日はそんな疑問を2人の防災のスペシャリストが解消します。こちらですね、100円ショップで全て揃えた防災セットなんですけれども、重さたったの 300g、 100円の商品のみで揃えられる防災セット。今話題のトレンドや知って得する情報が10分でわかるひるおびライフ。今備えるべき最新の防災グッズ、いざという時に役立つ防災アプリもご紹介します。今日9月1日は防災の日です。この日を前に記憶に残る地震災害はと聞いたところ、およそ7割の方が東日本大震災と答えました。未曾有の災害の教訓は記憶の中で、次なる災害の備えとして残り続けていると思いたいところなんですけれども、なかなか記憶と比例しないところが多いということなのですよね。このアンケート結果見てください。防災セットを持っているという方がおよそ4割にとどまっているわけなんです。被災者の方々の中で備えておけばよかったなと思っている方が9割にも上るんですけれども、セットを持っているという方は4割になっているわけなんです。ではなぜ防災グッズを揃えていないのか。自宅に置き場所がない、管理するのが面倒くさい、何を用意すればいいのかわからない、こういった理由から備えていないという方が多かったんです。そんな方々にぜひ見ていただきたいです。お金がかからず、そして管理も簡単で、置き場所に困らない防災グッズを紹介してくださいます、防災アドバイザーの高荷智也さんです。自分と家族が死なないための防災対策というのがご自宅の中に1000点を超えていました。はい、ご自宅にお邪魔をして調査してきました。ご覧ください。こんにちは。はじめまして、 TBS アナウンサー山本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高いところに荷物を置くと危ないですよということで、私高荷智也と申します。よろしくお願いいたします。こちらは自分と家族が死なないための防災をテーマに活動している防災アドバイザーの高荷智也さん。早速ここで一つ目の防災グッズが、この中に防災グッズが仕込まれているんです。インソールが2枚入ってるんですけども、はい、釘などを踏んでもガラスを踏んでも貫かない。災害時、足場が悪くても足を守ってくれる踏み抜き防止インソール。釘打ってみましょうか。これに？ここでです、はい、これにです。こちら、わー、すごい。傷ついてないですね、はいはい、で貫通もしないと。男性の力で思いっきり釘を打ってもへこむだけで貫通はしません。実はこの部屋の中にも、うん、防災グッズ的なものを、まあ、何でしょう、紛れ込ませるというとあれなんですが、邪魔にならない形で置いておりまして、そこにクッションがあるんですけれども、はい、これが実は防災グッズになってるんです。中にこんな感じでクッションが入っておりまして、何ですかこれ。実は寝袋なんです。普段はクッション、非常時にはさっと広げて寝袋にもなる多機能寝袋。全長200センチもあるので、大柄な男性でも窮屈にならないサイズです。さらに人目が気にならないように深めのフードや枕付き、そして貴重品ポケットもついています。続いてキッチンにおすすめの防災グッズがこちら、揺れを感じたら開き戸を自動でロックしてくれる食器棚用耐震ロック。この茶色い先端部分がニュッと伸びて扉が開くのを防ぎ、食器の落下を防いでくれるんです。そして寝室にも防災グッズもちろんあります。あからさまに置いてあるやつ、はい、これもそうなんです。実はこれがリュックサックになっておりまして、うん、まあ、非常時は背負って逃げていくこともできるんですが、 この中にいわゆる防災グッズが詰まってるんですね。
ぬいぐるみの中に入っているのは軍手、ライト、笛、スリッパ。非常時でも安全に移動できるようにこのセットをいつも枕元に置いているそうです。さらにこのタップなんですけれども、停電すると自動的に光るライトなんです。まあ、なので今疑似的に停電させてみますね。停電しても光るんですか？はい、要はこう引っこ抜くと停電するんですが、これでつくんです。停電時に寝室や廊下に配置しておくと便利なライト付きコンセントタップ。そんなの売ってんだ。常に充電されているので電池の心配はいりません。防災グッズの基本は自宅にあっても邪魔にならない、日常生活に溶け込むことも重要だといいます。山本さんのために、はい、今日はですねおすすめの防災セットをちょっと用意してみましたので、それがこちらでございます。猫ですね、うん、猫のボトルでございます。こちらですね100円ショップで全て揃えた防災セットなんですけれども、100円商品のみで集めた最低限必要な防災グッズ入りミニボトル。重さは猫込みで 308g、 長さは 16cm。 中に入っているのは薄手の手袋、キーライト、ミニポンチョ、笛、絆創膏など合わせて1500円。起きてからでは間に合いませんので、できれば今のうちにご準備をしていただきたいなと思います。確かに防災グッズを揃えるコツは2つ。最初に持ち歩ける入れ物を用意すること、そして普段持ち歩かないものを優先すること。非常食の賞味期限の管理が面倒くさい、賞味期限切れが大変なのならば、賞味期限が切れない食べ物を準備すればいいという考えがございまして、こちらにご用意しました。25年保存の保存食なんです。25年、はい、25年間も保存できる非常食サバイバルフーズ。缶詰の中はフリーズドライで、水かお湯を注ぐだけで食べることができます。おいしい。お出汁、しっかりお出汁の味が染み込んでいて美味しいです。体に染み渡りますね。他にも洋風エビ雑炊やチキンシチューなど、食べ飽きないように様々なメニューが用意されています。こういうものをうまく活用していただけると、いい楽しい備蓄ができるのではないかと思います。勉強になりました。とっても、私も早速これ揃えたいなというふうに思いました ね。 高いところに荷物置いておくと危ないんですよね。そうです。高木さん、はい、本当すごいですね。日常生活にこう溶け込んでるというのはすごい参考になりましたね。あのコンセントを抜けばね、そのまま LED ライトがとかってね、しょこたんあると普段から充電されてるわけだから、あれ普通に欲しいですね。すごくいいですね。あとクマさんの中に詰まってるっていうのも、置いておけるっていうのはすごくいいですね、うん、最近本所防災館っていうところで地震とか火事とかを体験できるコーナーがあって、消火器買おうって思ってたんですけど、もうちょっとハードル低く準備できるのいいですね。なんか楽しみながら揃えていきたいですよね。はい、さあここまで防災グッズ紹介してきましたが、続いては防災アプリについても皆さん知識を増やしていただきたいと思います。こちら国際災害レスキューナースの辻直美さん、キーワード災害は怖い、防災は面白いということなんですね。阪神淡路大震災で実家が全壊し、地下鉄サリン事件の対応に従事したことで災害医療に目覚めました。看護師歴が31年、災害レスキュー歴が27年と経験豊富な辻さんによりますと、今の時代災害時に頼りになるのはスマートフォンだということなんです。災害時というのはパニックになりますので、普段やっていることができない、平時に防災アプリをダウンロードして自分に合うかな合わないかなをチェックして、普段から触れておくことが大事だということなんです。ということで辻さんおすすめの防災アプリを2つ紹介させていただきたいと思います。はい、まずはこちら、最速クラスで通知が来るものです。特務機関ネルフ防災というアプリになっていまして、地震の揺れを感じる前から通知が来る、とにかく情報が早いというものです。
気象業務支援センターから届きまして、被害が予想される地域の方々が迅速な判断や行動が取れるように補助することを目的としているわけなんです。さあ右側行きましょう。天気予報や雨雲レーダー、台風の進路、そして津波情報などが見られるということですので、では実際に今こちらのスマートフォンを使って見ていきたいと思います。はい、ではタップよろしいでしょうか。まずはこちらのネルフ防災をタップします。そうするとホーム画面が出てきまして、今私たちがいる赤坂が出てきました。このここをタップしてみますと、雨雲レーダーというのが表示されています。今雨雲が近くにないということなんですけども、ではこの下の部分で時間を進めてみましょう。しばらくないですが、はい、12時過ぎぐらいから雨雲が近づいてくるというのが分かります、ね、今日お昼雨じゃん。そうなんです、今日お昼ぐらいから雨なんですね、赤坂も。というのも分かりますし、またホームに戻りまして、続いてこの全国というのを押してみましょう。そうすると今とっても気になる情報だと思います、台風情報というのも表示されるんです。台風の、もうちょっとすいませんカメラさん下行っていただきますと、中心気圧というのも表示されまして、大変分かりやすくなっています。この進路予想も出ていますので、今ここにいてだいたいこの辺に行くかなという予測も確認することができるということなんですね。すごい。こういった情報が迅速に届くということなので安心できますよね。ですね、便利ですね。さあでは続いての防災アプリ2つ目です。これ電波なしで避難場所まで誘導してくれるアプリになっているんですね。AR 技術を駆使した避難所案内アプリ、みたちょというものです。みた町、みた町なのでみたちょということですね。いろんな角度から町を眺めるアプリでして、ネット回線も使わないので100万人が一斉にアクセスしても利用することが可能だということなんです。どういうことなんですか、それは。はい、では、ね、はい、実際にこちらもアプリを使用してみたいと思います。ではみたちょ開きます。ネット環境がなくても、電波がなくてもってこと。はい、まずホーム画面はこの歩数計になっていまして、これがポイントになって、このポイントでいろいろ利用することができるということなんですけれども、見ていただきたのはこの防災というところですね。ここを押して避難誘導開始します。これをタップすると、はい、このようにカメラが表示されました、はい、AR 機能になっていまして、この高さというのが距離を示しています。なので上の方の場所はここから遠いよということを示していますね。例えばここ青山小学校と出ていますけれども、このように青く表示されている場所がすべて避難場所になっているんです。でずっとこのようにいろんな場所に避難場所があるなというふうに見ていくんですけれども、例えばここから一番近い避難場所がありました。黒く表示されているこの赤坂生き生きプラザ、わかりますか、はい、一番下の方に、はい、これが一番ここから近い場所だということなんですね、うん、その方角もこの上見てください。避難場所はこの方角ですというふうに分かりやすく教えてくださっていますので、うん、これ南に向かっていけばこの赤坂生き生きプラザまでたどり着くということなんですね。そういうことなんだ。簡単にだから、どんな場所でも自分のあまり知らない場所だとしても、うん、また足場が悪かったとしても、これを開けばあっちに行けば避難所だということが分かるということなので、かなり簡単に操作することができます。いかがでしょうか。はい、所以いかがですか。普段から準備しなきゃいけないのがいくつかありそうですね、うん、まず一番最初このアプリからですね、防災グッズも、まあ、今いろんなネットなんかで買うこともできるから、でもこのアプリだったらもう買いにするんです。と入っておいた方が安心ですよ、ね、普段から使い慣れとくっていうことが大事なんですね。そうですね、それ実際使い慣れないと、ね、慌てちゃいます ね、 ね、 本当ですね。いや、いろいろ参考になりました。山本さんありがとうございました。